皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、いくらノウハウを学んでもうまくいかない教室の先生の特徴についてお伝えしていきたいと思います。もしかしてって自分でもしも思い当たっちゃうと、今日のお話っていうのは少ししんどい部分もあるかもしれません。でもおそらく思い当たるっていう人はまだいいです。こういう話をしていても、あ、それ私じゃない、私にはないなって思う人がむしろ危険っていう感じの、まだ思い当たってくださるんであればまだどうにかなるんですけどっていう、ちょっと少し怖いお話になりますので、そんなお話を今日はちょっとしていきたいというふうに思っています。いくらノウハウを学んでもっていうのが、私は集客とか経営の方のコンサル、教室の先生の分を見ているいますし、実際にいろんな短い面談のもあるんですけど、5分10分とか15分レベルのものとかもあるんですけれども、かなりの人数の方といろんなシーンといろんなところでお話ししてるんですね。500人以上ぐらいの方と。それでもちろんそのちゃんとじっくり取り組んで少しずつ経営改善をしていっていってる成長の姿を、私が間近に見ている私のコンサルティングのメンバーのクライアントさんたちとかももちろんいますけれども、それはノウハウも学んでいるんだけれども、同時にですね、そのビジネスマインドですね、経営としてどういうふうに動いていくかとか、どういうふうに頑張っていく自分でいるのかとか、そういうものも直しつつ、自分で自分を自戒しつつ、どんどんこういいようにビジネスが回っていくようにしている方が結構多いんですよ。でそれとは逆にですね、ノウハウはすごく学ぶんです。だから例えば、そうだな、ブログ集客セミナーとかがあったら行く、 Facebook セミナー、集客セミナーあったら行く、YouTube セミナーがあったら行く。勉強するのは全然問題ないんですけれども、そのノウハウを断片的に学んだとしてもうまくいかないケースがあります。でその主に3つの特徴を私これからお伝えしたいと思っているんですけれども、これは聞いたら、あ、私のことだって自覚する方はねまだいいんですけど、聞いてもいや別にっていう無自覚の方も多かったりするので、無自覚でかつ私の聞いても話を聞いてもいや私じゃないよねって思う人で、集客ができていないリピーターが去っていってしまうっていう人が一番危ないっていう話なんですけどね。別にもったいぶってるわけじゃないんでお話をしていきましょう。まず1つ目、人の話を聞かない。これはですね、私とのコミュニケーション部分の話で言うと、よくねパソコンの操作とか教えるんですよ。私ある程度のパソコンは使ってほしいから、それがブログの構築講座とか、ホームページの簡単な構築講座とか、ちょっと難しいホームページの構築講座とか、あとは電子書籍の制作の講座とか、いろいろです。私が教えられるコンピューターの操作方法の範疇っていうのは、もともとビジュアルマーケティングっていうのを私が推奨しているので、写真も教えるし、デザインも教えますし、あとそれに伴ってライティング、文章も教えて、ホームページの構築も教えるっていう、ちょっと何ですかね、コンサルの領域よりも、もうちょっと実務領域も一緒に見ていくっていう、ちょっと変わったタイプのコンサルタントなんですけれどもね。でその状態でいろいろとこう構築をしていくときにですね、コンピューターとかってよっぽどパソコンのスペックが悪かったり古かったりしない限りは、私が先生の場合には私だし、私が誰かに習ってる場合にはその方が先生なんですけど、その人が言った手順通りにやる限りにおいては、画面がおかしくなるとか
変な動きをするっていうのは大抵ないんですよ。大抵だけど、先生なんかおかしくなっちゃいましたとか、こんなことになっちゃいましたっていう人って大抵言ったことを言ったようにやらないタイプの人、なんか勝手にこうちょっとよそ見をしてて違うボタンを押すとかですね、なんかね自分でアレンジしちゃってるんですよね。で要は結論としては人の言うことを聞いてないということになって、そうすると、まあ、一緒に例えば学んでるみんなに迷惑がかかったりとか、あとはその操作そのものが戻ればいいですけれども、途中まで構築したもので保存ができてなかったりするようなもののタイプの場合にそれが消えちゃう場合があるんですよね。なんでそれは講座だと、まあ、みんなに迷惑かかるっていう部分はあるんですけど、自分一人でやってる場合にはね、やった作業がゼロになりますからね、結構それはなかなかしんどいところですよね。だから人の話をちゃんと聞き、同じように操作をするとかっていうのは、聞いてるポイントをちゃんと聞いてるかっていう話なんですよね。で、分からなかったら分からないっていうのをちゃんと伝えるっていうのも、大人のコミュニケーションで必要なスキルなので、人の話を聞いてないと自己流で勝手に判断し、勝手に理解をしてコンピューター操作をやってしまう。それは私が実体験で感じている時にあるケースです。じゃあそうすると、それがじゃあ集客できない、ないしはリピーターがつかない、生徒さんが離れるとか、そういう実務面でなんでそれが出てくるのかって言ったら、これはもう一目瞭然で、人の話を聞かないということは、聞かないというふうに意識して聞かないんじゃなくて、ポイントを聞いてあげようっていう気がないから、生徒さんが何か要望とか訴えを出していても、重きを持ってそれを受け取らないでスルッて流してしまうことも多いという話です。なのでスルッとこう流してしまわれた相手の方っていうのは、あ、この先生って私のこと分かってくれないんだなって思ったら離れていきますから、継続率が低い先生とか離脱されるような、運営をされてる先生は、無意識的に相手のことをそんなに考えないで聞いていないとかいうようなこともあったりするケースがあります。これまず一つ目です。で、二つ目、勝手にアレンジするこれはコンサルやってる時もそうでしたし、あとパンの先生やってる時も、生徒さんでね、すごくたまになんですけど、勝手にアレンジしちゃう人がいるんですよ。で、勝手にアレンジするっていうのは、どの段階だったらアレンジしていいかっていうと、私が一旦お教えした方法でまずはやってみる。で、一応そういう状態っていうのを理解して、自分はもっとこういうふうにしたいからって変えるって、この手順が本来の手順なんですよね。っていうのが、一応先生業をやってる人っていうのは、その人たちにとって一番成功して美味しいようなパンができるとか、私がコンサルだったら一番最短最速で成果が出るルートを教えてあげてるつもりなんですよ。だけどそれを聞いた段階で自己流に勝手にアレンジして勝手にやってみて、でうまくいきませんでしたっていうのが大抵このタイプの人ですね。勝手にアレンジするバージョンで、これは人の話を聞いてないっていうのと結構似ているところがあります。じゃあこれが今度は教室業の先生で生徒さんとの兼ね合いでどういうことになるかっていうと、生徒さんの話を勝手に解釈して、勝手に下手するとねじ曲げる、勝手にアレンジを加えて、生徒さんが思ってない思惑をひっつけた状態で自分でアレンジしちゃうっていう人もいるから、生徒さんとの仲がこじれたりとか話が通じないとかっていうことになったりします。だからこの勝手にアレンジするっていうのも、ノウハウと違う部分なんですよね、生徒さんとの関わり合いにおいて。だこれをやってしまう方っていうのも、また生徒さんが離れていっちゃう特徴の一個になってます。で、3つ目ですね。3つ目は人に興味がないっていうことです。人に興味がないっていうのは、
教室の先生である以上、生徒さんの喜びのために、生徒さんの喜びのためにっていうのは大概皆さんおっしゃるんですけれども、じゃあ本当に生徒さんの喜びのためにっていうことを生徒さんの身になって先回りして考えられてるかどうかっていうことですね。人に興味がないっていうのはそういう意味です。例えばその私がコンサルの立場として、じゃあその時生徒さんって何て言ったのっていう話を、例えば何かの話の流れの中で聞いて、そのキーになる言葉を私が聞きたい時に言うと、あ、なんとかかんとかって言ってましたと、その方はさらっと言ったりすることとかがあるんですね。でその言葉を聞いた瞬間に私が、それまずいよとか、そういうふうに言わせちゃったのとか、そんなふうにあれしたらもう多分その人来ないと思うけどとかっていう言葉を生徒さんが言ってるケースがあるんですよね。だけどその集客がうまくいってない、ないしはリピートがうまくいってない先生っていうのは、その生徒さんの一言に危機感を感じないんですよ。なんでですかとか私に聞いてくる。なんでですかを私が解説すると、やっと、そういう意味なんですかとか言われます。でその結果その答えが出る時っていうのは、生徒さんがいなくなる時にその答えが出ます。だから私は多分そういう方向になると思うっていう話を、きっかけをちゃんと伝えているのに、受け取り側のアンテナがきちんと立ってないと結局コミュニケーションがうまくいかないっていう状態になっちゃうんですよね。だから人に興味を持つっていうのは、もちろん生徒さんだった時には生徒さんなんですけれども、その人がこれをすると嬉しがってくれるだろうな、基本喜びの法則なので、あ、これやったら喜ぶに違いない、これやったら喜ぶに違いないっていう、相手の予想値を裏切る、いい意味で期待を裏切る行動を常にできている先生っていうのはすごく喜ばれるし好かれるし、当然リピートも長く続きます。逆のバージョンは当然うっかり申し込んじゃったけど、もうやめとこうかなみたいな、失敗みたいな感じになる、いいなと思って申し込んだギャップで離れるっていう、それもある方いらっしゃいますね。その方たちの共通の特徴は人に興味を持てないことです。人に興味を持つって楽じゃないんですよ。要はその人がどう思ったら嬉しがるかなっていうことを中心に自分の動きを決めていくっていうことになるので、教室業の先生を勘違いしている方がいらっしゃるのが、先生業っていうものでちょっと上からっていうか偉いみたいな感じで教えたいっていう方も先生業に向いてないっていうのは、まあ違うところでもお話をしたことがあるんですけれども、媚びへつらうことはないんですが、サービス業なので楽しませないといけないんですよ。だから楽しんでないと思えた時点ですでにアウトなんだけれども、楽しんでるか楽しんでないかを見極めようとする、目を持たない限り、要は相手に興味を持たない限り、そこがうまくいかないっていう要因になりますね。私セミナーすごくよくやるんですけれども、皆さんの顔とか表情とか見てると、それはもちろん私の責任である部分はあるんですけれども、あ、話に乗ってきてないな、退屈そうだなとかいうのは顔に出ますので、それによってこうちょっとこう笑いを入れたりとか、こうパンチを入れるような話をパンと言ってみたりとか、グループワークに切り替えたりとか、セミナーの運営もその時々とかに変えますね。でやっぱり喋り方もそうなんですけれども、まあこの動画はね割とこう淡々と喋ってますけれども、セミナーとかは、まあ、身振り手振りジェスチャーとあと緩急ですね、感情の振れ幅とかがしっかり入ってくると、やっぱ皆さんちゃんと聞いてくれるし、反応がいいっていうのはやっぱ自分の失敗談とかですねあと残念な話とか、そういうのは面白く聞いてるみたいですよね。成功談っていうか、まあ一応コンサルなんでうまくいって、こういうことでうまくいったよって話も当然するんですけど、百発百中ではないですからね、ビジネスなんて。でうまくいかない時にどういう自分でどう過ごしたかっていうのももちろん教訓になるので、
まあ、そういう経験談としてね、お話をしたりとかすることもあるんですけれども、要は、まあ、生徒さんとかクライアントさんが近しい距離の人と感じてもらって、かつこの人は私が楽しいと思ってくれることを常に提供してくれる人だっていうのを理解してくれない、っていうのを、本人が思わない場合には離脱、卒業とかいうことになったりする場合もあります。だから、ネット集客とかアナログ集客とか、まあ、何でもいいんですけれども、そのノウハウをいくら学んでも業務業態が改善しない方っていうのは、一点です。問題点があるとすると、それは他者とのコミュニケーション能力です。他者に興味を持たない方はその先の気持ちを読み取ろうとしないので、結果その生徒さんないしは他者のですね、気持ちの読み込みを失敗するので離れていっちゃうっていうことが多いです。だからこれはですね、努力しないとちょっと難しいんですよ。やってこなかったことをいきなりやるっていうのは無理なんですよ。だからちょっと痛い目とか悲しい目とか、生徒さんに実際辛いことを言われることもあるかもしれません。でもそれはそういうふうな、観点で生徒さんに接してこなかったっていうことが結果になってるだけなので、そこは別に普通に捉えてもらっていいと思うんですよ。で、私がまあなぜこんな話を言うことができるかっていうと、私は営業職を、まあ、20年以上やっているんですよね。で、営業職の生命線は基本仕事を取ってくることが営業職としてのミッションになりますから、仕事取れない営業っていうのはできない営業ということになります。で、仕事を取るのも私は別にその人のためにならないサービスを、お伝えするつもりは毛頭ない、まあ割とクールな営業なんですけど、ルート営業もやってるし、飛び込みもやりました。で、その時に学んだのがですね、要は自分が売りたいものを喋っても相手は興味を持たないっていうことをよく知っていたんです。要はその相手の法人さんとか、まあ、企業さんの下調べをして、今欲しがってるものは何なのかっていうのをまず先にリサーチします。そしてその中で自分のサービスがまあこれぐらいあった中で、この人が欲しいのはここだっていうのを見極めたら、その提案を中心に話をしに行くっていうことなんですよね。だからできない営業っていうのは、この順番でサービスがあったらここから話し始めちゃうから、この人は全然興味がないものを喋られてるから、「はいはい、帰って帰って帰って」っていうことになるんですよ。だからそれを、私が、よくその成約率が高い営業だったっていうのは、そのまず下調べをした上で合っているっていうことがまず1点と、あと対面しながら話ですね、相手の本心を引き出すような質問をどんどんしていくことができる多分能力があった。それも世間話的にです。で、それによって、ああこういうのがこの人好きなんだな、欲しいんだな、この会社こういうのが困ってんだなっていうのを、尋問口調じゃなくて質問を交えながら、世間話を入れながら欲しいものが分かっていくと、それに合ったサービスを自分の持ってるサービスの中からマッチングさせるように回答していくと、あ、じゃあお願いしようかなっていうふうに決まるんですよね。一通りね、話をしたら私が聞くのは一言だけです。どうなさいますかって。そうするとお願いしようかな、だし、いや今はいいよって言って、で今はいいよの人と、それで縁を切ってしまう人もいるんですけど、今はって言ったんですよね。で、これ社交辞令じゃない今はっていう時には、タイミングを置いてつかず離れずの距離感と、その人が多分望むであろう情報を定期的に送り続けるということです。で、そうすると必要になった瞬間に一番に思い出してもらえるので、その際には競合っていなくなってるんですよ。一番に思い出してもらってるから。まあ、中には相槌とか取る人もいますよ。いますけれども、まずこう自分が連絡してきてるのに、挙句の果て相槌取って私を頼まないとかっていう、結構それ失礼な人じゃないですか。厚顔無恥っていうか、だからそういう方とはお付き合いしたことないんですけれども、そのメンテナンスを普段からできてるかっていう話です。要は自分と今ご縁がない状態の人たちに情報
役に立って嬉しいと思う情報を与え続けているか、あとは今来てくれてる生徒さんに常にもっと楽しさを、もっといい状態をどうやったら届けられるかっていうことを日々考えて行動してるかっていうことですね。それはレッスン構築とかレッスンが、滞りなく進むっていうのはこれ当たり前なんですよ。今の世の中ってそれ以上のエンターテインメントを求めてくるっていうのが生徒さんの傾向なので、そうすると講師って何やんなきゃいけないかっていうと、技術スキルを伝えるだけだと講師としては、普通だし、場合によっては評価としては普通以下、要はそうじゃない講師が多くなってるからです。そうじゃない講師っていうのはどういう講師かっていうと、生徒さんとのコミュニケーションがうまい講師です。じゃあなんでそういう人たちが後から出てきてるのかっていうと、若い先生はそれが自然にできている。なぜかというと SNS とかを使うのに慣れているから、どういうふうにコメントしたりどういうふうに回答することっていうのが人を喜ばせることなのかを小さい頃から知っているからです。なんでそういったちょっと年齢上目の先生とかそういう活動をしてこなかった人、ないしはそれを面倒くさいなと思ってやってこないような人、コミュニケーション苦手だしあんまり喋ってこないなって思ってる人は、そういうコミュニケーション取れないので、仮に生徒さんが入ったとしても生徒さんの不満足により辞めることもあるし、次の期どうですかっていう話をした時に続かないっていうこともあります。で、一番問題なのはそれ本人が気づいてないっていうことですね。なんか続かなかったな以上みたいな感じで、その同じ過ちを繰り返すということになります。だから、新規よりも既存の方、既存の方よりも新規の方を集客で得るっていう、手間っていうのは5倍って言われてます。っていうことは既存の人に新規の方より5倍手間をかけてもいいんですよ、本来は。それでゼロベースですからね。って考えると、割と生徒さんが来てくださってるっていうことに甘んじてる先生も結構多いなっていう印象と、あと新規っていうことで、その既存の生徒さんが今来てることっていうのを例えば口で感謝してるって言っても、じゃあ自分が感謝の気持ちをどうやって行動で表してるのかっていうのをちょっと振り返ってみてほしいんですけどね。むしろ既存の人の方にあんまり手間かけてなくないですか、新規集客の方頑張っちゃいすぎてませんかみたいなそういうのを私は傾向で感じるなっていう先生がいる時があります。そういう先生はまた集客の方法を一生懸命躍起になって覚えるんですけれども、根底になる基礎力の人間力とコミュニケーション能力、これが上がっていかない限りは、いくら集客しても仮にうまく入っちゃったとしてもその方が続かないので、何度も何度も新規集客をする羽目になります。だから解決策として、何をしたらいいのかっていうと、相手の気持ちに立ってその人がどうされたら一番嬉しいのかっていうのを常に考えて行動するって、まあ、これしかないんですけどね、はい。まあ、これが結論です。ということで本日のまとめです。いくらノウハウを学んでもうまくいかない先生の特徴3つ、1つ目は人の話を聞かない、2つ目は勝手にアレンジする、3つ目は人に興味がない。この3つがあると教室が長く繁栄していく上ではとても難しい内容で、それを打破するたった1つの重要なスキルはコミュニケーション能力、人間力になります。いや、教室業ですけどノウハウじゃなくて人間力かよって思った人ほど人間力を磨いていただきたいなというふうに感じているので、今日はちょっと辛口のお話をさせていただきました。それでは。